久保さん、久保さん、オフはないっすね。オフがあったら僕、動画撮ってないっすよ <laughs> で。このホテル来てね。もうホテル着いた瞬間にもうセッティングして、まあ、まあ、もう、もう、ここ、僕の、もう仕事部屋になってますけど今、今から。セッティングしてますからね。う。うん。まあでもね、それがまあ当たり前になっちゃったんで、 なんかそこに対して違和感っていうか別にそれが何ですかね。電気、だからに、なんか、え、セブンイレブンって24時間すごいっすねってにはならないじゃないですか。なんでセブンイレブン24時間が当たり前になってるかっていうと、まあ当たり前だからですよね。ただ昔その、いや、人権じ、人がいないんだっていうね。だからセブンイレブンのオーナーさんが訴訟して確かあ、なんか裁判を起こしたのあったと思うんですよ。 セブンイレブンだけど、8時とか9時に閉めるみたいな。で、その、その、なんだ、セ,セブンイレブンの本店が、いやいや,やと。いやいやと。何勝手にその24時間営業や,やらないんだと。いや、現場見てくれと。現場人いねえんだと。いやいやと。一応、そういう決まりだからみたいなね。それで、た、た、たぶん、まあちょっと、裁判の結果、どう,だう、裁判たぶんね、負けたと思うんですよ。う間違ってたらすいません。結局、多分セブンイレブンの本店が勝ったと思うんですよね。 おそらく。間違ってたらすいませんけど。うん。でもまあまあまあ、その、そうはならないじゃないですか。まあその現場でね、そのオーナーしてる人はちょっとすいません。違う話になってくるかもしれないですけど。なんかそれが当たり前、僕はもう24時間営業みたいな当たり前なので。ただ区切りは一応つけてる部分ありますけどね。できない時はできないっていう区切りですよね。例えば、うーん。移動しながら、例えば、うん、ど移動しながらじゃあ、く、なんだ。 あの、新幹線に乗ってる時に質問回答をし動画で回答するのかっていうのは、まあ、できないことはないけど他のお客さんもいますから、微妙な部分あるじゃないですか。<laughs> ね、なんか隣に座ってるのに、質問来たんで動画撮りますみたいな。こいつ何言い出すみたいな。 まあそういうのは公共の場ですよね。そういうのはちょっと、じゃあその場合は、まあ、メール対応とかですよねメ。メールで対応。ただ、これメールで対応するより動画で対応した方がいいなっていう場合は、まあホテル着いたりとかすれば動画撮れるわけですから、まあそうやってちょっと貯めたりとかね。もしくはまあ、このメッセージに関しては動画じゃなくてメールでもいいなっていう場合はメール、スマホでピピって返すし、僕も。もうスマホでチェックして、スマホで、もうスマホで G メール、メールとか対応しますし。 まあ基本的にでも僕動画対応が多いんであれですけど。そだからまあなんかそれが当たり前になっちゃったから別になんすかね。あんま違和感ないですよね。でも人から見ると、そんな四六時中そのオンとオフどこでしてるんですかみたいな。いや逆を言うとこれわかんないと思うんですけど、オンとオフにするからしんどいんですよ。単純に。あ、まあこれわかんないと思いますね。すいません。これ多分わかんないと思いますけど、オンとオフがあるからしんどいんですよ。 だってそうじゃないですか。これはよくは、サザエ3病みたいなのありますけど、オフに一回電源切っちゃうじゃないですか。で、オフするじゃないですか。じゃあ、オフして電源切った後、月曜、超しんどいじゃないですか。どうすか。一回オフにして電源切った後の再起動、めっちゃパワー使うわけですよ。しんどくないですか月曜日。サザエ3病。うわ、明日から仕事いやー。マジかーってう。もう僕、ずっと常に仕事なんで、全くないんですよ。その、それがないです。ずっと仕事。 仕事も遊びも遊びも仕事も全部一緒。ない。だからもうないっす。<laughs> 遊びも仕事も仕事場遊びも全部一緒です。っていう局地に行くと楽です。仕事も遊び。遊びも仕事。だからここ、今回北海道来ましたけど、北海道も仕事だし、来てるのも仕事。だから動画も撮影しましたけど、でも旅行でも、プライベートの旅行でもあるし。 でも遊びでも、遊びでもあるしね。だけど仕事でもあるし <laughs> もう。もうぐちゃぐちゃ、ごちゃごちゃですね。でもそっちの方が僕は楽だと思います。オンとオフをするよりね。うん、ずっとオンの方が楽。うん。でもそのオンの中でも、この、調整できればいい、調整すればいいんですよだ。例えばその電球もそうなんですよ。消さないってことなんですよ。なんかその今ホテルでね。あ、ここの今日のホテルは違うか。 なんかよくホテルのベッドランプってあるじゃないですか。で、ベッドランプってこうダイヤルがあって、その、こうカチっていくと、カチっていくとベッドランプ消えるじゃないですか。でも、カチって言わず、こうウィーンって調整すると、フワーンって赤くなるじゃないですか。だから、その明るさ調整すればいいんですよ。明るさを。だけど、カチって消さないってことです。そう。あの、つけとくっていうね。で、つけとくと、ヒュッっていくんですよ。でも、消しちゃうと、カチってまたやんないといけないんですよ。カチってやんないといけないですよ。 多分まあ、ホテル泊まったことがあるんだったら、多分よくあると思うんですよね。ベッドルーム、ベッドのここにあるランプですね。で、ダイヤル式で。カチッってやると切れる。カチッってやると作って。で、ウィンウィンって回して、ワーワーってなるじゃないですか。うん。だからやっぱ消さないってい、まあ、なんですかね。やっぱ24時間営業の方がおすすめですけどね。うん。でも最初慣れないと多分それがストレスだと思いますよ。慣れないとね。慣れない人、慣れないと。でも慣れちゃえば、 全然余裕ですからね。そこに対、要は慣れることによって精神的な負荷がかかんなくなるんですよ。でも慣れない時って、ああ、また音痩せきたとかね。うわ、また来た、どうしよう今、プライベート、今オフなのになんでこう来るのみたいなそ。そこがかかるんですうん。だけど僕なんかは別に何もいいもん慣れちゃってるから余裕なんですよね。久保さんも多分余裕だと思います。もう慣れてるからね。いついかなる時にお客さんから来ても、なんだろうな。 多分慣れてるからね、対応できると思うんすよ。全然。ね、なんか今オフだからとかね。そういうの多分ないと思うんす。概念がね、もうもはや。いつでも。ただまあ、前、前なんかその海外行った時ね、ネット回線が、吉田さんちょっとネット回線がちょっとあれで、Facebook に動画アップしてそれをダウンロードしてやって、なんかファイルを落としてアップしましたみたいなね。<laughs> 物理的にネットがどうしてもないとかね。なんかそういう環境、国に行った場合はわかんないですけどね。<laughs> うん だここめっちゃ速いですよ、久保さん。久保さんの家のネット回線スピードどれぐらい出てるか分かんないですけど、僕今までいろんなホテル泊まって、全部スピードの回線速度調べるんですよ、毎回。でここね、320出てました。320です。大体一般的に40から80ぐらいなんですよ、光、多分。まあそ、多分ね、ここの三井の、これ三井なんですけど、320なんで、すごいっすよ、超速い。<laughs> めちゃくちゃ早い。僕、320出るホテルってあんま泊まったことないんですけど、めちゃめちゃ早い。だか 4K の動画とかも全然余裕でバンバン上がりますね。このスピードだと。久保さんの家のネット回線、なんぼですかこう調べればね、ネットスピード速度とかで調べると、インターネットの回線速度がこうテストこう出てくるわけですよ。今、360、350、40。 300今330ですね。今出ました。305円です。クソ早い。<laughs> 快適っすね。めちゃめちゃ快適。うん。で、ちなみに僕の鹿児島の事務所は20ぐらいしか出てないっす。<laughs> なんか重いっすよ。光入ってるんだけど20ぐらいしか出てなくて重いっすね。うん。まあ、ネット観覧も全然早いですけどね。ただ、僕みたいにその動画を大量にアップロードすると、その重く、すげえ重いんで。 でも一般的には大体40から80かなっていう。で、早いと、その早いところだと100超えてくるところもあると思いますけどね。まあ、あとは今はまあ、もっと早い、なんかもう早い回線もありますからね。なんかニューロだったかな。なんか、めっちゃ早い回線みたいなね。もう、そういうのも出てきますけど。まあ、そういうのを契約してるたら、こんぐらい出んのかな。僕は、そう。前、前ね、スタバで、スタバで使った時にそこんぐらい出てたんで、スタバ超早いみたいなね。 でもスタバによっても全然違うんですよ。早いところもあれば遅いところもあるんで。うん。ここのね、ホテルはクソ早いっすね。<laughs> うん、はい。ということで、オフにしないってことですね。オフにしないと。オフにするなっていうことでございますよ。いってらっしゃい。